ございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。でかい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 。食った。もう一回。ああくそー。でかかったー。いやー。うわ。あでもちっちゃいなこいつ。あ本当だ。あ、バスいた。さっきかけたやつ、じゃない、じゃない。いった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 。見てる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 。ほら。見てるよ。回り込んだ？いや、逃げたっす。あ、逃げた？これ、でかくないですか？でかいっすね。結構こういう時、バラが。風もあんまないし、それだから呼べるみたいなのありますよ。こういうとこいいんだよな。レイジー持ってきて食わなくても置けるから、ここの最後。あ、そうですね。この最後だったらレイジー9は置いてもやっぱ食わないですね。でかすぎて。なんか6くらいだと多分置いててもこう平打って食ったり。あ、ついてきた。なんかちっちゃいの、これはチビバスです。でも普通にシャロー結構いるっすね。意外だった。でも僕サメ浦でなんか前57ぐらい釣ったんですよ、夏。ああ、そうなんですか。それレイジーでした。ああ、ガイド中にふざけてたら釣れちゃったんですよ。オキレイジーとかやってたら、ほんとオキレイジーしてたら食っちゃってボフッとか言って。オキですか。置いてたんですよ。 あの僕はあれですよ、なんかゼロ作りです。何センチですか。57、6月ぐらい去年の。ここ今見えた。切ってか。めっちゃホワイト増えたもん。春とかだ釣れそうっすよね、この風と。わ、食った。うわ、でかい。でかい。
でちょっと傾くからネイルで反対側にネイルを出してこうして矯正するとか。なんか書いてましたね、それに。クレーナーとかに書いてるんですか。はい。お、食った。やば。なんかもうあのなんていうのかな、もう竿がこうドーンってなりますよ。持っていかれるっすね。はい、乗らない。ちっちゃかったのかな今の。いや見えなかったんですよ、ちょっとあれだったんで。かわいい。いっぱいいますよ、こういうステーサー。あっち行ったらそうっすよ、ね、レンタルボードにステーサーが結構。あ、でっかいの来た、後ろから。でかいか分かんないけど来てる。逃がそう。逃げろ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 。そんな大きくないっす。おっしゃ、でかい。イーヴィル。イーヴィル、攻撃的イーヴィル。やばいぞ。うれ。イーヴィルシャツ。でかい。あ、抜けた。